はい、こんにちは、長澤です。2017年3月に発売になったこちらのマシンを紹介したいと思います。ドーン。はい、ミニ四駆狼とミニ四駆ドッグでございます。この2種類ですね。ミニ四駆狼が VS シャーシ、ミニ四駆ドッグが S2 シャーシということで、それぞれですね、狼の人形と犬の人形付きのマシンとなっております。で、こちらの方ですね、ミニ四駆ドッグということで、ミニ 4WD ドッグレーサーということですね。そしてこちらなんですけど、ミニ四駆狼ということで、ウルフレーサーかと思いきや、ルーピンレーサーということですね。狼のレーサーですね。はい、狼レーサーでございます。はい、ということで、今回ですね、2種類購入したわけなんですが、この動画ではこちらミニ四駆ドッグの方ですね、作っていきたいというふうに思います。まあ、こちらにもありますけれどもね、シャーシの色とかね、ホイールの色とかですね、特別なものになっておりますので、まずはね、中身の方から開封して見ていきたいと思います。はい、ということですね、こちらですね、先ほどから画面の端っこに、見切れていたポテトチップス、のり塩でございます。ポテトチップスね、大好きなんですけども、そろそろ年齢的にもね、控えないといけないかなという状況でございます。で、こちらがですね、ミニ四駆ドッグでございます。ミニ 4WD ドッグレーサーということで、S2 シャシになっております。こちらのマシンですね、シングルシーターバギーをイメージしたボディということですね。柴犬がよく見えるようにルーフがなく、ロールバーを装備したホワイトカラーの ABS 樹脂製ということですね。ということで、また次回の動画でも出ますけどもね、狼の方もですね、シングルシーターバギーをイメージしたものということですね。ただ狼の方は VS、 こちらは S2 という違いがあります。早速ね、中のキット見ていきましょう。はい、一番上に乗っております、こちらですね、柴犬のフィギュアですね、こいつはですね、ホチキス止めになっておりますので、こうひっくり返しておきましょう。はい、で、タイヤですね、手がすっげーカサカサなんですけども、こちらですね、ハードのバレルタイヤですね、台形バレルですね。普通に売ってるやつとしてはこちら、300円だな、ハードバレルタイヤかっこブルーのやつと同じようですね。こっちはカットされてるやつですよね。見た目ではね、同じものかなと思います。はい、ということで、ブルーの台形ハードバレルタイヤですね、こちらになっております。はい、そして、ホイールですね、ホワイトの V スポークですね、これは台形のホイールです。これ白のやつっていうのはあれないんじゃないかな、グレーのものね、単品でグレードアップパーツ売っていますけども、白のものっていうのは今回初めて入手いたしました。で、形状はですね、同じですね、このとこ段差がついてるやつですね、全部同じ幅のホイールですね。はい、はい、そしてこちらですね、シャーシ、ライトグリーンの S2 シャーシですね。ライトグリーンのシャーシっていうのはちょっと私 S2 初めて見ましたけども、こういうのもあるんですね。なかなか貴重なカラーなんじゃないかな、見たことないですよね。まあ、S2 っていうことで改めて見るとやっぱりここ真っ平ですよね。いろいろつけるのに良さそうですけどね。はい、久しぶりに S2 シャーシを触っております。はい、そしてギア比はですね、青と黄緑ということで5対1ですね、5対1のギア比になっております。で、他と違うのはですね、フィギュアの接着用のスポンジですね、両面テープのスポンジのやつみたいなのがついております。はい、そしてボディは白ですね、真っ白ですね。このロールバー染めたらかっこいいっていう感じですよね。外箱の写真ではね、塗装されているようですね。はい、そして A パーツは白ですね。はい、そしてステッカーですね、こちらは字がシルバーということで輝いていますね。
はい、白に青黄色っていう感じですね。あとは説明書と注意書きということでございます。はい、ということで中身見てきたんですが、私が注目しているのはですね、この3つですね。カラーがちょっと特殊かなと思うやつですね。バレルタイヤとホイール、シャーシですね。まあ、ホイールは白なんですけども、まあ、V スポークということで、私はちょっとこれしか持ってないので、大事に使いたいなと思います。あと、ライトグリーンのシャーシですね。特にこれはとても貴重になるかなと思います。で、ハードバレルタイヤですね。カラーもそうなんですけども、削るもよし、このまま使うもよしということで、これは大変ありがたい感じがしますね。ということで、とりあえずですね、組み立てて、外観を見ていくことにしましょう。はい、ということでミニ四駆ドッグ完成いたしました。こちらでございます。はい、まあ写真の通りですね、素組みで組み立ててみたわけなんですが、いかがでしょうか。白ボディですね、青と黄色のステッカーということで、すごいまとまった感じがします。で、作ってみたポイントとしてはですね、まあ、こちらの見た目で言いますと、ミニ四駆ドッグの前ですね、スピードメーターがあります。ですね、まあ、左がスピードで、右がタホかなと思うんですが、だいたいですね、おそらく、500回転で15キロぐらいの速度で走っております。ほぼアイドリングかなと思うんですが、まあ、15キロぐらい出ているということですね。はい、ということで、こう細かいところまでね、ステッカーがあるというのはちょっと面白いかなと思いました。で、あとはですね、このミニ四駆ドッグのフィギュアのね、位置ですね、説明書よく見るとちょっと図でね、わかるんですが、ど真ん中かなと思ってね、ここのラインに合わせるとちょっとずれるということですね。こういうことです。フィギュアがね、このバッテリーホルダーのど真ん中ではないということですね。ボディの前幅に対してが、ここがちょうど真ん中じゃない、ちょっとずれてるということなんで、まあですね、このここだけを見てね、貼り付けるよりはですね、ちょっと軽く乗せて、こうボディを入れて、上からこうちょっとずつこういいかないいかなって見ながらね、ちょうどいいところでグッと押してあげて、ピタッとくっつけるという風にした方がいいのかなという風に思いました。はい、ということでですね、いつものようにステッカー貼りの苦手な私なんですが、このボディはですね、結構貼りやすい方になるのかなという風に思います。まあ、個人的にはですね、この辺に下手くそな部分がちょっと見え隠れしているのかなというところですね。はい、ということで、ミニ四駆ドッグ組み立ててみたわけなんですが、次回はですね、こちらミニ四駆狼の方にですね、行ってみたいと思います。こちらの方も開けてみてですね、中身を見てですね、作って並べてみたいというふうに思います。こちらの方は VS シャーシに黒ボディとなってますので、ちょっとね、違うところをね、見ていきたいと思います。